この当時はみんなスペースキャメルだとかいろんな、まあ、第一次大戦の時の戦闘機は胴体が白バリなんですが、これは新入りです。いただいていますアルバトロスはサウンドシステムを組み込んでいます。しばらくこの音を楽しんでください。まあ、宮本さんはですね、もう古いフライヤーなんですが、オールジャパンなんかでも優勝されているですね、去年、フライヤーのシリーズの立派な方でですね、SRC には前のチャンピオンだった八田君とか草間君ですね、まあ、私も、まあ、飛行場ができた頃から関係があるんですが、関東地方では、まあ、スタントの、まあ、一つの、まあ、中心地というか、まあ、そういう感じで、有名なフライヤーの何人かが育ってきているわけです。まあ、この頃ですね、本当にモノコックの胴体、で、まあ、スピンナーも非常に大きいスピンナーで、胴体の流線形というところで、非常にその、計算してというか、設計されている、やっぱりこの第一次大戦の時代ですから、非常にこう、先進的な設計の機体だったと思います。着陸のようですね。